しかもね、うち、その、リンクもペースめっちゃ遅いでしょ？いろいろ喋るけど。しか、脱線が多いからやけど。つまり、その、ハッキングするってことは、もっとタイムラグ来るってことやから、リンクのスピードもっと落としてーってね。そのリクエストコーヒー、ハッキングって。あ、じゃあ、超爆弾そうかな。超安全で爆弾。ちょっと、もうちょっと、リーグのペース下げてもらえませんかね？バーみたいな。大体中であんな顔してたの。見てるもん、時々。うわって、キシューって。まるで天結やな。払って。せやけど、あ、ちょっとハッキングのペース早いみたいな。じゃ、間違えた。じゃ、ハッキングしてんかって、されてるもん。リーグのペース早いんか。遅いんか。遅いんか。そっか、ハッキングの方は、その、ハッキングの、じゃ、間違えた。ハッキングの方は、このようになんか図星のやつがおるみたいな。ハッキングの方は、その、リーグのペース落としてって。で、跳躍の方は、リーグのペース上げて、で、僕たちお金なくなっちゃうってことかな。なんで？なんでうちのリーグと、みんなのお金なんで関係あるの？なんかそんな動画あった？ハルマゲドンっていうのはその、メギドハラのマリア。メギドハラっていうのはその、植民地っていうかその、どういったのよね。またこうや。というか、辺境っていうね。辺境が払う。で、からは、植民地。だから、メギと払うっていうのは、辺境の場所。メギと払う。それはハルマゲドンのゴール。メギと払うのマリア。マグダラのマリア。メギと払う。メギと払うってどこかっていうか、いわゆるメソポタミアの、あの、あっこメギと払うってあっこ魔女って呼ばれてほんまに。で、その、正真正銘の魔女が、マグダラのマリアやった。うちやったからだ。結構思い出そうと思った。ここでも思い出せるけど、もちろん中東に、ね、きっと呼ばれる可能性高いから中東の方だな、うちは。その時はもう、めっちゃ思い出せるよね。ね、ほんとね。